メグロレン、海の始まり、止まらぬ辛い、の原因は、天才主役癒しゼロの劇中展開を加速させる圧倒的な表意演技。スノーマン、メグロレン、27主演の月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、毎週夜9時の第5話が、7月29日に放送される。22日放送の第4話は、平均世帯視聴率が7.7%。 ビデオリサーチ調べ、関東地区、配信サービス t ーバーのお気に入り登録が161.9万、7月29日16時現在と、共に好調なのだが、視聴者からの辛い、の声が止まない。同ドラマは、人はいつどのように父になり、いつどのように母になるのか、様々な形の親とこのつながりを通して描く家族の物語。 主人公、月岡夏、目黒の元恋人、水木、古川琴音、27の、予期せぬ妊娠と死など、しんどい展開が続く中、現在の恋人、弥生、有村かすみ、31が、辛い中絶の過去を明かし、物語が重さを増している。第4話は、夏は、水木と自身の娘、海、泉谷聖奈7と会った後、弥生のマンションへ、 そこで夏は、海となるべく一緒にいることに決めたと告げると、弥生は、海の父親になることにしたのかと夏に迫る。すぐに結論を出させようとする弥生に、夏はなぜ焦っているのかと問う。すると弥生は、夏に父親になってほしいし、自分も早く母になりたいからだと答えた。続いて、弥生が中絶するまでと、水気が海を生むことを決意するまでの経緯が、 回想シーンで描かれる。そして、喫茶店で夏と弥生が会っている現在のシーンに戻ると、弥生が殺したことある。産んでたら、海ちゃんくらいの子、と告白。中絶した罪悪感があり、自分が楽になるために母になりたかったと明かし、弥生はずるかったと反省するが、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、どんだけ微笑ましい場面あっても、 この後地獄なんだろうなってなるのが辛い。月曜に見るにしてはマジで内容重いんですけど、ほっと一息つける展開入れないと心が持たない、きつい、きつすぎる、女性三人のそれぞれどの人にも思い入れできて泣きそう、など、見ていて辛くなると訴える声が。ドラマの内容自体が重いのもありますが、視聴者から、スイキのお父さん、ジージ、だけが唯一の癒しポイントじゃねえかこのドラマ W。 という声があるように、癒しの要素がほぼないのが、辛さを加速させています。可愛い子役が出てくるので、もう少しほっこりするシーンがあると思っていましたが、予想外でした。ドラマライター、山川。夏と海が徐々に心を通わせていて、子役の泉谷の演技は高評価なのだが、海の存在が癒しにならない泉谷の演技がうますぎて、 海の言うことや振る舞いがぼ、水気、古川が憑依しているとしか思えないんです。特に今回の畳に寝転がるシーンは、水気がいるかと錯覚するほど。可愛いし演技もすごいですが、何をしても水気が透けて見えてしまい、癒しにはならず、むしろ辛さを感じてしまいます。泉谷はすごい小役だとは思いますが、全度 X 上でも、 会は話し方も考え方もスイ気そっくりだし、視聴者にそれを感じさせるほどの演技をする聖奈ちゃんは、やはり化け物子役。みちゃんが寝っ転がってるシーンは、みずきちゃんが乗り移ってるかのようだった。そして、うみちゃんの言葉に、夏くんも、弥生さんも自分の気持ちを気づかされているようだった。などの声が。子役の演技が上手すぎるのが、あだになっているようだ。辛い。 という声は止まらないが、視聴率や配信サービスの成績は好調だ。辛くても見続けている人は、このヒリヒリした展開から目が離せなくなっているのだろう。こんな笑い声をもっと聞きたい。